水運が盛んだった当時の名残。ヘルムドックの水門後2007年4月6日、撮影横浜に唯一残った堀割川の荷上げ場を2021年6月18日撮影堀割川は、神奈川県横浜市南区から磯国を流れ、根岸湾に注ぐ流域全長2700メートルの二級河川、大岡川の分流である、明治時代に作られた運河で、 横浜港発展に大きな役割を果たした。神奈川県横浜市南区中村町付近で中村川から分かれる。南に流れ、磯ごく原町と磯ごく急ごの境界から根岸湾に注ぐ。中村橋から八幡橋にかけて、右岸に国道十六号線が通る。川の上に首都高速磯子線を建設する計画があるが、本木 JCT が改良された現在では、 実際に建設される見込みは低い。地元住民の手で川西に桜並木が作られ、今でもその一部が残っている。坂下橋付近の国道の下には、かつての造船所の水門跡が残り、水運が盛んだった当時の様子を物語っている。横浜で唯一残っている物上げ場が見られる。川沿いには中小の工場があり、現在でも一部で水運に用いられている。 1870年、横浜港とネギシュワンとを結ぶ水運と、吉田に行た埋め立て用土砂確保のため、当時の神奈川県知事の遺跡森留が、工事受けを委任を募った。吉田神殿を開拓した吉田官兵衛の子孫がこれに応じ、今の中村橋付近の丘陵を切り下げ、中村側からネギシュワンまで運河を改作。その土砂で、当時の一つ目沼、後に、 根岸線と横浜駅根岸道路の間の吉浜町、松影町、琴吹町、王町、王木町、不老町、万代町、宝来町となる湿地帯の埋め立てを行った。滝頭鳩とが大波で破損するなどしたものの、1874年に完成した。2010年度には土木学会専奨土木遺産に認定された、テレビ朝日の気候番組、G 散歩で、 チいタケオが10日を訪れている。ネギシ編、2011年9月13日放送、刑事ドラマ、俺たちの勲章で、掘割り側の橋を、主人公が歩いていくシーンを望遠レンズで撮っている。ありがとうございます。